目を伏せ、幼子イエスと口づけを交わす聖母。裸のイエスは目を開け、母の首に手を回し、口づけに答えます。お尻と足は白い布とともに母の両手に優しく支えられています。初期フランドル派の画家ディーリック・バウツが1455年から1460年頃に描いた聖母子。この絵は北方で人気があった東ローマ帝国で描かれた聖なる画像のタイプの一つ、幼子キリストに口づけする聖母の表現に基づいています。しかし画家は15世紀の作品に見られた金色の背景や頭の円弧を描く代わりに肉体を繊細なタッチで表し、生きているように表現しています。それによりこの絵は母と子の愛情に満ちた親密な関係を強調し、鑑賞者が聖母子に対して親しみを覚えることを可能にしています。